はい、どうもさん、こんにちは、もじゃ TV です。ということで、今回もインディングルーム2017のアプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、本田圭佑デビュー戦ということで。ついに来た。本田。パチューカでは3試合出てない。そしてなぜか本田のせいだと言われる。なんでだよ。この持ってる男、本田圭佑。まあね、せっかくね、ガチャで、本田を当てて。そうだね。まあ、適合率も見てもらえば。一応選手の基本情報を見ておくと、まあ、99.4 まで上がってるんでね、もう182で、まあだよね。はい、まだレベルはそんな、まあ17ぐらいなんだけど、そうだね。で、結構まあ高めに設定されてるというか、これ2018になったらどうなんだろうっていうところはあるけどね。そうだね。本田圭佑今金だけど、ぶっちゃけこれ銀ぐらい落ちるでしょうと。本田圭佑、久々に本田圭佑って聞いた。圭佑ね。ただだから、まあ、金玉で見れる最後の本田圭佑なんじゃないかなと。まあ、銀になるのかな。だってバラン黒から思いっきり金に落とされたからね。だから、今季の本田の活躍を見るに、そうだね。そんなに活躍してるわけでもないから、金から、まあ、銀ぐらい落とされるのか、まあ、日本人エフェクトかかって金に残るか分かりませんが、まあ、本田使ってやっていきましょうということで。さあ、ということで早速ね、オンラインの方やっていきましょう。試合へと、まあ、レーティングがね、近い人からやっていきます。どうやさ、まあ、ホンダのね、デビュー戦ということなんで、まあ、ホンダがね、調子悪くても使いますよ。絶不調だったらちょっと困るね、さすがに。まあ、ちょっと前半でちょっと、まあ、不調ぐらいだったらね、まあ、なんとかなるけど、ぜひね、好調の時のホンダ現れてほしい。コンディション安定度4だけど、いや、コンディション安定度7ぐらいあってもいいと思うんだけどね。いや、ないよ、出てないもん。出てないけど、コンディション絶対揃ってねえじゃん。マスやな。はい、近い同士なの468の方か。あ、よかった。まあ、それがある。危ないよ。モドリッチ絶不じゃん。ここ連れてきてないな。絶不調やん。やばい、これ時間早いんだよね、これ。どうしようベイル。あ、ホンダボランチ？ボランチかもしんない。やばそうだな、ホンダボランチって。ゴンはアジアレベルでしか勝てないって言ってた。ゴンはいけるって言ってたよ。あ、結構でも人揃って3枚強力だ。行こう。アバーニがいます。セルヒオ・ラモスも絶不調だけど大丈夫？絶不調じゃない。不調。不調か。不調のラモスとかはまあそんなに大丈夫だね。ホンダいけるやろ。アジアのボランチ？アジアのボランチ。いやー、アジアレベルでしかボランチはできないって言ってたんだけどね。ゴンの買い元のインタビュー。彼らもやっぱりあれだよね、なんかやり合ってますからね。そうしのぎ削ってた。ただホンダできるか。おー、いい縦パス。ホンダからのいい縦パス開始。いやー、おい、せっかくホンダが起点作ってんだぞ。お前決めてやれ。あの縦パスはいいパスだよ。あそこで点が入んなかったらさ、ただの変なプレー、まあなんつうの、惜しかったプレーとして記憶に残んないんだから。そうだね。おー、ビダル、マティブ、ボランチ使ってるわ。でかいからかな。マジか。いいね。やっぱでかいからかな。そうだね。それか俺たちみたいにちょっとゼフ長、ああなるほどね、の選手いて仕方なく。お、メッシやばいな。おー、うまい。やばい。ナイスキー。さあ、ナイスキーです。投げ方。さあ、きたー、ベールのかけっこからズドン。きたー、殿下のカウンター試合。一番アホ。これがね、一番なんかあれだよね、形としてなんかまあザ暴力みたいな。女の展開力に交互期待。ちょっと待って、ちょっとケイスケ、ケイスケ今かぞ。おー、いい、ナイスワンタッチ。おお、うまい。これダイレじゃない？あ、ダイレ。いや今のホンダ良かったね。持ってる、いいもん持ってるな。じゃもちろんキッカーケイスケにして。ケイスケ蹴りますね。さあ行け。ケイスケのキック。え、結構いい球やるじゃん。いや、僕なんで入ったのかちょっとあんま意味わかんないけど。待って、ケイスケに、ケイスケどういった？一緒に喜ばんかい。いや、もう蹴ったらすぐ帰るから。そう、ここの人だから。ケイスケありやん。いいね、ボランチで使ってもなんかパスが上手いから。ちょっと
それはもう我慢して、さすがに。おお、守備もありますよ。さあ、ワンタッチいいな。流して打ったね、今。ぜひね、ケイスケの無回転が見たい。そうだな。俺は。ちょっとさ、遠目からでも打ってみよう。手足提言だし。任せろ。ケイスケ。マティブ使ってんのはおもろいな。ケイスケ取れます。まあ、確かになんか PSO だとあるよね。その、高さを生かしてみたいなところで。ケイスケワンタッチ。おぉ、ワンタッチがいいわ。おぉ、スルーパスいいわ。いやー、ケイスケ。大活躍。今動かして、このチーム動かしてるの、ホンダ。ケースケ、日本車。日本車のホンダ。いや、いいね。ケースケボランチあるんじゃない。いや、これ、普通にありだわ。モドリッチも、の方が、まあ、もちろんいいんだけど、だけど、なんかその、味がある。ワンタッチがすごい良くない？いい、めっちゃいい。かなり正確にワンタッチをやってくれる。あとね、意外とポジション取りも結構良かったりする。ケースケ。キャリック。ケスケ前からの守備、行き過ぎてボランチなんだからお前帰れ。オッケーオッケーオッケー。パチューカに来た。さあロイス中取りだな、これ。さあケースケ、もう出ておいでよケースケ。あのケースケは引き気味ここら辺にいるのよ。あーなるほどね。俺が上げてこないといけないな、ワンツーで。ケースケでも取るから。いや素晴らしいな。オンダホカオホカオ。あ、ちょっと待って、オンダ危ねえ、ここら辺の守備献身的。まあでもね、サッカーって要は自分がミスした後にすぐさボール取ればさ、チャラいやん、そのあれは。え、お、なんかカクカクしてるな。さあストーンズ、おお打ってきた。おおってすごい。たまにあれ多分入力ミスだろうね。そうだね、多分キックフェイント入れたのかな。さあほんの競り合い、勝ったのかな今。さあクリスティアーノ、さあ、行った本田、ここのパス。え、なんでだよ。あ、オフサイか。ああ、怒ってる怒ってる怒ってる。あ、出すよ出すよ、俺は出すよって感じ。近づくなって、俺は出すよって。キッカーケイスケじゃない。ケイスケです、それは。真ん中蹴って、ケイスケ真ん中蹴って。ケイスケは真ん中なのよ。止められそう。ケイスケ真ん中だから。ケイスケさん真ん中だよ。提案してきて空気読めよ。おい、動け。ケイスケさん真ん中だよ。おーい、分かってる。意思が通じてる。ケイスケやったら真ん中だっていうのが通じてる。おーい、マジかよ。これ恥ずかしいな。ケイスケやったら真ん中だっていうのバレてたわ。恥ずかしいところじゃないよ今。決めとけよかった。いやでもケイスケやったら真ん中でじゃん。まあね、フリーキックっていうか PK 真ん中に蹴るじゃん。どっちか飛ぶと思って。いや、どっちか飛ぶじゃん絶対。あれ相当やっぱケイスケのこと知ってる。おー、いい。さあ、ああビダルと組んでるっていう。ケイスケ、ケイスケ上がらせる。うまいうまいうまい。ケイスケ上がらせる。ちょっと待って、あんま走らせんのよ。来た。ぽいな、あのボール伸び。あのボールの伸び方っぽい。もうちょいパンチ力があればいいんだけど、まあ右はいいだろ。いや、ホンダの頭っていうのもあるから。ホンダの頭ない。ケイスケは右も左も蹴る。すごいね。それで、これあんまよくないよ。結構キッカーの精度がめちゃめちゃいいのよ。ほら。そうだね。これ。いやー、ポスト、ね、ちゃ。あのさ、この間のやつとか見てもらえば分かる。この視点切り替えでさ、ロックオンコーナーキックやるとさ、ーキーパー飛んでくるじゃん。ホンダ行かないじゃん、これ。外に逃げてったからね。なんであれ、すげえ山なりの。外に逃げてったからで。いや、でもさ、それ右も左もそうだったじゃん、今。だからあれ、結構いいキックなんだよ。あれ、めっちゃうぜえよ、やられると。ちょっとね、足元はね、ここがちょっとね、棒立ちになっちゃうときあるんだよ。臭いんだけど。いやでもホンダ今パスとかやっぱいいな。いやいいよ。いや評価 7.0 じゃない。ボランチチャ、ボランチチャンスめちゃめちゃ作ってるぞ。あぶね。まペペ足で行かれなかったカバーに。あーオッサイ。あーオッサイか。ケースケにボール。これ蹴ろ。まあでもあんまりやりすぎるともう結構彼疲れてるから。ケースケ。うん。フォ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 言ってるから多分今フォ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 言ってる時間だから。ちょっと待って、やべやべやべ。ここはね、2-1。
あー、もったいないな。さあ、彼が持つ。収まるな、やっぱり。La controla Higuaín. Intenta superar la defensa por bajo. Cristiano. 結構みんな外すね今回。あれ結構入るんだけど。元気ないね。ホンダの外からのズドンじゃない一発。目が覚めるような一発期待してるけど。いやうまい、いいよいい落としだ今。ホンダ上がれ。来い来い来い。ただ結構ケツの。はい。さあ、あ、ホンダいるよ、走ってきてる。どこにいる？ほらほら。これどうしよう。え、ホンダだよ。外。ほら。外ホンダだって。違う、これロイス。あ、ロイスよ。あれ？で、髪の毛が。ああ、金髪だ。そう、似てるからなのよ。ちゃうよ。ちょっと、どっちか。ワイワー、引いて守ってますみたいな。ちょ、これね。これマジでホンダの、ホンダからのクリロのホットラインよ。コーナーの。ある。これマジやばいからね、これ。見つけちゃったよ。これね、でもそれたまたまでしょ。いやいや見てて、この精度、あれ浮かないんで、あんなにたまたまやん。ちゃうよ。あ、さあデニス、あーっとここ、ああビダル変な持ち方した。マティブ、マティブおもろいな。さあ、あいい感じで展開してます。いいですね。はい、カバーに、おお、ナイス。いやーというか今の惜しかった。相手からしたらね、今決めとけば結構リズムになると思う。ワンタッチ、優しい。ワンタッチがうめえ。ちょっと待って、おい、ちょっと待って、今のどうした。たまにね、キキキキ、たまになんかね、いいわやっぱ。たまに変なドリするときなんだよね、ケスケ。結構ワンタッチで出していけばまだ隠せるよ。そうだ、empezaron tocándola muy bien. まずい。せっぷもあっぽこでピサミコントラリオ。Prueba el pase al hueco con toda la intención. さあ。Tenían superioridad numérica. いいね。ケスケ、パスアンドゴー。いや、走らせんな、あんま。おお、ワンタがいいわ。ここで、さらに、もう一個上がってこい。ワンタだ。ケスケ。いいよ。なお前ベールじゃねえよ。どけベールじゃねえ。どけベールじゃなかったな今。持ち込んでズーしたいんや。いやでもワンタッチガチで使えない。いや強いよ普通に。まあモドリッチよりは下手なんだけど、そりゃそりゃねあれなんだけど、でもワンタッチすごいいいよね。ポンポン入らない縦に。ポンポン入る。これケイスケ。ケイスケいいよね。左でポンっていうワンタッチがすごいあるから。あとコーナーどうかな、これホンダ持ってる人とか。どうすか、ね、なんかあんま使ってない人、ボランチでぜひどうすかと。あんま高い位置にいるとなんかバチッと相手のプレッシャーが当たってホンダやられちゃうんだけど、これボランチに行くことによってちょっとね、その相手との距離が、うん、あのできたりとか、最初の方でちょっと触れることによって、うん、ダイレのパスが通りやすくなってる感じがするから、ホンダのこれなんか使っていて非常に楽しい。ワンタッチパスある？あるね多分これは。あるわ。あるんだよ。だから相当ワンタッチパスうまくいってたもん。だからもうさ、中央のさ、選手でワンタッチパス持ってる人いると、ポンポンっていくからさ。いや、無回転シュートも披露したかったけどな。いやただまあ、ホンダの良さは出せたんじゃないかなということで。そうだね。まあかなりね、俺が結構びっくりしたのは、コーナーキックが結構精度のいいキック。最初の方のロングパスね、あの、ちょっと奥にするロングスルーパスみたいなのが良かったですね。まあこれはぜひともね。まあ、結構今ね、日本人とかも、うん、いろいろ結構集めたりとかしてるんですけど、まあ、これ柱になるんじゃないかと。そうだね、真珠と一緒に、はい、まあね、また育てていって、まあ、まだね、レベルも17なんで、まあ、30にならないとね、30とかどん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 パワーアップさせていって、まあ、ホンダの方もね、結構使っていこうかなと思います、はい、ということで、また次回の動画を見ましょう。さよなら、ボー。